さて場所を移動しましてね、今私は大山崎町の佃踏切に来ております。さて今上り線の電車が通過しようとしています。まあ私今回はね、主にここでは下り線の新快速とか他の普通電車とか他他の電車をね取っていこうかと思うんですけども、今先ほど今踏切は鳴ったんですけども、上り線が今通過しようとしてますんで、まあ上り線もまあうまいこと取れたら取りたいなとは思ってるんですけども、まあ主にこの動画は下り線を撮っていきたいと思います。というわけで早速上り線何が通過していきましたよ。行きましょうか。普通電車ですね。普通電車207系ですね。まあ上り線もまあ後ろから来ますからね、こうやって取る分には申し分ないんですけどね。写真となりますとちょっとどうなんかなと思う感じなんですね。まもなく新快速が通過する時刻です。先ほどの小泉川の付近から撮った新快速とはまた違う動画になるかと思われます。さて早速ですけども、下り方線から電車が来そうですね。さて今の時間帯でしたら快速電車が先に来るかと思われます。まあ運が良かったらね、快速と新快速のバトルっていうのもあるかもしれませんが、まあ多分おそらく快速電車が先に通過するかと思われます。さて早速来ましたね。内側は通ってますね。これは快速電車ですね。さあやってまいりました。来ました来ました、新快速ですよ。これはどうでしょうか。あ、225系ですね。225系そして後ろは223系ですね。さて今度は上り線が通過してまいりますね。上り線の方から電車が来ます。まあここはもうさ、もう上り線の場合はね、先に新快速が来るっていうのはもう確実なんでね、新快速快速という順で取ってまいりたいと思います。もうまあもう間違いなく新快速ですね。まもなく通過します。これはピオに223系ですね。さてそれからすぐさま快速電車が通過していくかと思われます。まもなく快速が通過します。快速電車ですね。6両編成であっという間に行ってしまいました。もう間もなくしたらサンダーバードが通過する
かとは思われるんですが、そろそろじゃないかなとは思うんですけども、あの森線来ましたね。この17時台ぐらいになりますと、5分、20分、35分、50分と普通電車が通過していくんですね。だからこれ今これから通過していく電車は、やっぱサンダーバードですね。やはりいいですね、セクシーですね。今サンダーバードが通過してまいりました。今のまあそういうふうなことでちょっと外れてしまいましたけどね、あの話がちょっと外れてしまいましたが、長岡京駅17時以降は確か普通電車は5分20分35分50分かと思われますが、まあこれは普通電車のダイヤですね。まあだから普通でしたら、あのサンダーバードよりも先に通過するはずだったんですけども、まあこういうふうにあの、まあ、2、3年ぐらい前のダイヤ改正でサンダーバードが先に来るダイヤになってしまいました。ということで今度来る上り線の電車は間違いなく普通電車です。